では早速くべちゃおうか。不死の遺骨からくべていこう。手に入ったからイエス。プラ6だよね。今一瞬焦ったわ。あれ増えたか増えてねえかみたいなこと思ったわ。でイザリスの呪術書を手に入れたから、呪術のおっさんはこっちか。これやったかな、このおっさんやったかな。はいよ、では歌って呪術書はイザリスの呪術書。おお、これはイザリスの呪術書。君は見つけたのは呪術のこと。はい、わらしの置いてなうし、言われてる泣いてるのだ。さあ、早くこっち見せてくれ。そして共に触れ合うぞ。プレイザラマン氏、ザラマン氏か、なんか聞いたことあるな。お、増えた。カーサスの公園。この忍者か。攻撃が連続するほど攻撃力が高まる。ああ、激しい油ですね。これ激しい発火。これ使っていけんじゃねえかなとも考えてる。まあ、後で試してみよう。後でっていうか、ちょっと体買っとこう。うん。まあ、使えるかもしれんからね、あれは。よし、オッケーかな。うん。しばらくでしょ。かつて呪術のイザリスは己が生んだ炎に焼かれておるんだ。それは確か混沌魔女の混沌魔女の歪んだ炎だったのかもしれない。だがあの困りがそうじゃない。誰にも分かるかね。まあ大した話聞けなさそうやからいいか。でエスト瓶を渡すんだよ。エストのかけらを。はい、これで10個になったな。よしよしよし、悪くない悪くない。 SP 回復のこっちエストの配備もっととかんでもええような気するんやけど、まあ一個だけ持っとくか。あ、盗んできたかな。おお、あと無事だったんだね。よかったよ。今回はわしの方もかなり甘くてね、あの変な玉ねぎの親父がいなければ死んでたかもしれん。おお、助けてもらったんや。おお、サービスでくれ。あんたの役に立つと思うよと。じゃあ何を持って帰ってきてくれたかな。女神の祝福が増えてれば姫った祝福が。あ、そや竜狩りの弓、ちょっと待って。ねグダイ、これ何、竜狩りの弓、え、竜騎士の弓か。これなんで弓使うんやろ。あ、撃てるわ。普通に木の矢で撃てるんか。ってことはちょっと竜狩りの弓強化しよっかな。かっこよくね。ほら、かっこよくね。いっけねえ。誰もいないな。よし。ちょっと焦ったわ。誰かいたら困るなと思って。普通に警戒要員じゃないけども。大丈夫やな。ボルト系はいらない。67.8か。結構ギリギリやな。まあ、いいか。そうでしょ。で、火の矢があるってことは、火の矢買っとこっかな。あのワーム倒したいやんか、やっぱり。とりあえず99かな。オッケー、変えた。初日ソウルが2万になっちゃった。まずいね、これ。さあ、そろそろ、防具の方も変えたいところないかな。ロスリック騎士の体験はあったか。あー、結構増えたかな。ロスリック騎士の長弓。うん。ブレイブ、ショートボウ、クロスボウ。いろいろあるな。お、来たら臭いしちゃってる。マジか。売るようになったか、こいつ。こいつ変えないんちゃうやろ。投げない。あー、盗賊の担当。ちょっとね、木の弓も補充しとこうかな。初日ソウル12か。普通に弓か。違うか。ちょっと意味が違うか。弓の方はあんたの感じ。あー、ないね。よし、わかった。グッバイ。じゃあこっちを見てみましょう。相変わらず倒れたままかな。アストラのアニーじゃないわ。何やったかな。ロンドールのユリアね。名前が多すぎて分かりません。まあ、あんまり使ってないけど。とりあえず武器強化。弓。ほら。あ、竜騎兵って草びしの鱗使うんや。まあでも、まあでもありといえばありかな。強いしな。普通に無駄に強いかな。まだ置いときたいっていうのはあるが、ちょっと強化しようか。2個いっとくか。あ、イザリスのついて光のやつ、光の光るサービスね。これも強化しようか、ついでに。3ついてる。大掛けはいらない。で、さらに、フェイス強化するかなー。使うかどうかわからんけども、強化しとくか。2個強化しとこう。プラゴ。はい。そっか、今度から塊がいるんか。関係ないね。はい、何もないですね。オッケー。じゃあちょっと弓を追加補充して。弓。羽弓。羽に勝とうか。羽弓。で、今から何をやるかっていうと、ワームを倒す。ただ、それだけ。ロイドの盾に入れようか。すぐあったか、そんな。増えたか。そう、増えたか。他にはないかな。まあ、最悪魔法もあるから、いけんことはないと思うよ。毒の花苔、ちょっと買っとこうかな。2個、3個。うん、残り3000ソウル。じゃあ、残りを1個買っておこうかな。1個買う。ちょっともったいないからな、ソウルが。まあ、すみます。かな。すみます。まあ、いいか。まあ、考えましょう。オッケー。じゃあ、ワーム倒しに行きますか。うん。木の弓じゃなくて、羽弓に変える。よし。さあ、大一番と行きましょう。まあ、ひとまずね、弓が飛んでこなくなったってことで。まあ、一安心と。炙りの湖。
どんどん暴いていきましょう。うん、ちょっとアイテムだけ回収しようかな。カニの軍団たちも、いずれというか、まあ、この後かな。この後、この後、大火球ゲット。大火球いっぱい落とすからな、この辺。炙りの湖じゃないわ。ワーム倒した後に、どんどん、どんどん。あれ、俺こっちから回れると思ったら回れねえ。やっちまったぜ。おい、ダストにそぼわない、神々しい回だな。わお痺れました。痺れちゃいました。ちょっと色返し。色返し。いやー、ファイヤー。これさ、ここにいたら実は。あー、色返しするか。ってことは、やめた。場所変えよう。後ろから狙ってみよう。後ろから。この辺どうや、この辺。この辺出てくるよ。出てくるね。あー、まだやばいけど。出てきた。はいはい。はい、出てきた。はいはいはい。弓に変えておく。ここで戻して。はい。はい。さ、まだ、まだ暴れるか。後ろも下がってるか。こっち行こう、こっち行ってみよう。あ、止まった。あ、これ来たぞ。あ、動き始めたわ。あ、動き始めた。おもろいやつやな、こいつ。はいよ。結構刺さるな。ちょっと火の弓打ってみようかな。はいよ。火の弓ダメージ、あ、77。あ、ここまで攻撃届かんってことは、こっからやっとけばいいんだな。よし、倒した。雷の杖、不死の遺骨。大事なアイテム落とすじゃねえかよ。よーし、倒したー。倒したぞー。ああ、疲れた。まあ、でもいい感じやったな。いい感じに倒せたわ。よし、アイテム回収させてもらおうかな。渇望の盾。なんだそれ。渇望の盾。これか。すべてを渇望したという古い王の盾。その果てに彼は王ではなかったという。渇望は未だこの盾の、大々に破っており。敵を倒したとき吸収するソウルを増やすか。あ、カット率 100% なんや、一応。じゃあ、なんかあれだな。探索かけてるときはこっちを装備しててもいいかもしれんな。うん。それは、ありな話だな。しかも、多分、俺の予想やけど、くさび石のかけらで強化できる。大かけゲット。さてさて、ちょっとこっち道あったから、ちょっと行ってみよう。なんかこのエリアあれだな、遠近法で、だいぶ、こう近くに見えて遠くに見える、みたいな。近くに見えて遠いみたいな。そんな感じになってるな。お、大かけ、ありがとう。あ、まだ坂道あるわ。ん？あ、かがり火。お、かがり火？こんなところにかがり火？じゃあ、灯しましょう。まあ、ついでやからちょっと休むか。うん、休みます。お、エスト瓶が10個になりましたーってやつね。デーモン遺跡。ちょっとなんか、うん、まだ、あるのか。このルート。デーモン遺跡入りまーすってやつね。お、まだ下があるか。お、なんか声が聞こえる。はいはいはい。なんかいるね。あ、ここってもしかして。あ、ここに繋がってたんか。なるほどね。俺はあれか、ショートカットの方を引いたんかな。うん、あの、穴。魔法の弓で倒してくれる穴。あー、なるほど、なるほど。ってことはもうここ拠点に、デーモン先倒すか。先倒しちゃうか。よし、じゃあ行きましょう。黒騎士体験だな。これ、黒騎士体験って、まあ、強い魔力の武器使えねえよな。ってことは、何か違う、うん、魔法スロットに変えてもいいかもしれん。
じゃあデーモン特攻の入る黒騎士体験かなでいきましょう。こいつちょっといつものデーモンと違う感じやったから、まあ注意していきましょうか。一気に近づいてくるね。さあ、炎すか？よっ！ちょっと待てよ。足元安全なんだろう、どうせ。353入ったか。わおー！そうか、足元の攻撃、それがあるか。わかったぞ。またやるよね。潰されてる俺。いやー、まずい。ちょっと炎入ってるから無駄ね。わあ、結構回復量あるな。ちょっと待てよ。こう棍棒で振りかざすよ。これこうか。ちょっと正面捉えた方がいいな。デーモンさん回ってますよ。うわおー、そんな攻撃もあるんか。全てを見てなかったんだね。で叩きつけあるよ。で俺は食らわんから帰ると。これやった後がそれ来るんだよ。それ来るから俺はこう攻撃を加えたいんだが当たらないと。ダメに入ってる。なんだこれ。ロックしやん方がいいかな。足元抜けれねえこれ。危な、危にゃ。これ足元抜けれねえから怖いな。うわ、なんか神々しい光になってるぞこいつ。どこどこしてる、どこどこ。わあ、まずいなこれ。わお、危ない。ネタたきつけく来ない。何してる、唱えてる、何かを唱えてる。やってしまいなさー。炎の玉が俺を襲ってくるよみたいな。これやった後は叩きつけくるから、それを尻尾に攻撃みたいな。はいよ。まだ何かやるか。わっと、ダメージ受けてる、ダメージ受けてる、ダメージ受けてる。わお、わお、回復させて。もう一本回復したいな。うわ、ちょっと遅らしてきてる。叩きつけ、うお、危ねえ、危ねえ。わお、まだやるか、なんか。ちょっと待ってね。これはまずいやつね。多分俺ガードしないとまずいやつ。あ、消える、消える、消える、OK。地味だよ。お前地味なんだよ、さっきから。両手持ちでいいんじゃねえこれ。両手持ちそんなに入ってねえか。あ、ひるんだ。さあ、突き攻撃からの、うわおー、びっくり。あ、ダウンした。これで終わりだ。オッケー。黒騎士体験つえーって言うんですね。デーモンのローをゲットしました。エンバーリストライツ、はい、かがり火ゲット。じゃあデーモンのローちょっと読もうか。これかな。デーモンのローの、そう、関係ないね。痩せさらばえた萌えなんとかのようなローはイザリスの混沌を知る最後の一体だった。イザリスの最後を知る一体か。じゃあちょっと重要な人物というか生き物を倒してしまったようやな俺。それダメなんじゃねえの。デーモンの老王かな、これ。鏡の名前。うん、ですね。デーモンの老王。デーモン遺跡。はいはいはい。関係ないか。なんか俺もう一個あったよな、鏡。あ、これか。老王の前室か。うん、はい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 。じゃあこのエリアには何もないかな。何もなさそうだなということで、ちょっと一回帰ろうか。ちょっとかっこよくねこれ。今回からちょっと呪い師一式、呪術師の一式かな、うん、でいこうと思う。ちょっとかっこよくね。なんかいろいろついてるけどさ、ちょっと見ようか。
こんな感じ。こんな感じ。ちょっといいね。うん。よし、これでいこう。で、いらないアイテムを預けていこうかな。で、くべましょうか。不死の遺骨をくべる。プラ7なりました。いいね。さあ、どんどん楽しくなってきたよ。クレームは変えとこう。クレームは、俺装備してるんやけどな、今。武器、見えない武器の魔術使ってま、あ、出てきたわ。いつ出てきた今。俺わからんかったぞ。よし、とりあえずレベル上げしましてと。まあ、体力はいいか。スタミナ、持久力上げよっかな。はい、持久力上げます。体力もな、ちょっと低いんだよな。なんか、意識装備しようと思ったら絶対 70% 超えてまうっていう。まあ、その辺も考えながらやってるんですね。じゃあ、炙りの湖を、もうちょっとだけやってきます。もうちょっとだけね。捨てられた地下、ぼ。で、OK。いや、こっちじゃないわ。いきなり道を間違えるっていうね。で、あのカニさんたちを大勢相手にしないといけねえわけやから、だな、どうしよっかな。あのカニさんたち、メイス弱点とかねえかな。ちょっとメイス使っていくか。メイス使おう。ちょっと楽しそう。メイスでぶん殴りにするの楽しそう。性格が悪いな、俺。間違いなく性格が悪いっす。なんか、意味深な場所。あ、なんか入れるんやけど。おぉ、行ってよかったね、今。老賢者さん行ってよかった。おぉ、なんかいる。よいしょと。あ、まずい。逃げられる。逃げられちゃうよ。もう一発。もうい、あ、どこ行った。ちょっと、お前逃げ足早いな。はい、間に合った。光る鎖し。ラッキー、ありがとう。危ねえ。あ、まだいる。ちょっと待って、これクレーンに変えよう。誘われてないよね、俺。これ。あー、逃げちゃった。あー、逃げちゃった。あ、そこに引っかからん。あ、引っかからんわ。ちょ、お前、どこまで行く？消えちゃったー。あ、ここ、知ってる。俺ここ知ってる。ここあれっしょ？あれっしょ？上から見てた。地下には、カーサス地下坊の地下にはまだ秘密があるっていうあれ。あれは普通に敵か？うん。黒騎士とかじゃないよな、あれ。うわぁ。ホレイス。あ、ホレイス！お前、亡者になったのか。お前、鈍重だな。お前、鈍重だな。ホレイス強そう。やばい。うわ、両手持ちに変えた。うわ、危ない。爆炸取れるんですけど。ちょっと置き攻め。無理だったー。ちょっと待って、回転し始めた。お前、鈍重なのは分かってるから俺回復するぞ。おっとー。まずい。無理かー。いけねえかー。はーい、よっと。まあ、縦ガードしてくれるなら。えっか、パリ取っ、あ、でもパリ取られそう。はいよ。あ、でも、切れる。切れるってことは、いいぞ。はいよ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 。逃げる。オッケー。ホレイス。お前は俺を、じゃあ俺はお前を打ち砕く。3発で終わりっしょ。はい、終わり。ホレイス撃破。俺は非常に悲しんでいる、ホレイス。行きましょう。さて、これでアストラの兄かなのイベントが進めれるんじゃない？リンドの盾。なんでしょう？これか。名工の手になるという金属盾。希少なグランコが用いられているとされ、属性カット率に優れている。やっぱパリやったんや、怖かった。属性カット率か。そんなに高くねえな。そう、言うほどやったね、今。ホレイスやったんや、あれは。この上から俺覗いとったんやな、確か。うん、うん。了解。じゃあ、台掛け1個。これも台掛け1個。さらに
台掛け1個じゃなかったわ、外役やった。まあホレイス倒したから、まあ次どっかでアストラの兄と会った時に、うん、この話ができるんじゃないの。ホレイスはもう亡者になってしまってっていう話をね、うん、できると思う。で初めてあれやな、ちょっと話変わるけど、決勝トカゲ逃しちゃったな、うん、やっちまったわ。また取りに来んとあかんわ。よし、じゃあカニさんたちを相手にしますかな。